皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級向けガイダンス、 FP って何、 FP はお金のプロフェッショナルということで、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日は、FP 初級向けガイダンスですので、これから FP 資格を、取得しようと思われている方、また FP って何だろうと興味を持たれている方に FP の資格制度ですとか、または FP の試験はどうなっているか、そして FP でこういうことが勉強できるといったことでお話をしていきたいと思います。お手元にレジュメがあると思いますけれども、FP 初級向けガイダンスと書いてあります。で、ここになぜ FP になる人が増えたのかとありますけれども、FP 資格は皆さんご存知のように今非常に人気が高い資格なんです。注目されている資格です。で、この FP という資格、そして FP という仕事ですね、が注目されている。これはどうしてかと言いますと、やはり私たちを取り巻く経済環境が非常に不安定であるということが言えると思います。例えば、最近ですと物価がどんどん上がっているですとか、それから為替レートが非常に変動している。で、その理由もあって物価が上昇したりということですけれども、そして将来、老後ですね、生活するためには2000万円足りないというような報道がされたり、皆さんが自分の生活はどうなるんだろう、そして自分の老後はどうなってしまうんだろう、こういうことを、なんとなくでも不安に思っている方が増えているということだと思うんです。で、そのような中でやはり自分の生活は自分で守らなくてはいけない、ですからお金に関することを勉強して自分が生涯にわたって安定した経済的な生活をしていこう、それが FP という資格でもあるんです。FP と言いますとファイナンシャルプランニング、そしてファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがありますけれども、ファイナンシャルというのは財政上のですとか金融のこういった意味合いですので、ファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てる、ファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人といった意味になりますけれども、 FP を勉強することで皆さんが日常生活で身の回りのお金のこと、そして自分のライフプラン、それをしっかりと計画を立てて、そして生涯にわたって経済的に困ることなく生活をしていくことができる、このような知識を勉強していくことができます。それではレジュメの2ページをご覧ください。まずは FP ってどういう仕事なんだろうということをお話をしていきたいと思います。2ページの下の方にライフプランと FP とありますけれども、FP というのは、ここにありますライフプランに対してアドバイスをしていく。ライフプランは、これ日本語では生涯生活設計、このように言うことが多いです。生涯生活設計ですね。その人にの生涯にわたって生活を設計していくということですけれども、その方その方によってライフデザインとありますけれども、ライフデザインというのはその方の価値観のことです。人が幸せである、少なくとも何が必要かと言いますと、例えば生きがいですとかね、それから健康であった方が望ましいですよね。そしてお金、経済的なもの、やはり現代ではこのお金がきちんとしていないと幸せな生活ということは言えないと思うんです。生きがいはその方によっていろいろですし、お金といってもじゃあどのくらいお金があれば幸せであるというのはその方によって異なります。つまりその方によって価値観が違う、これがライフデザインです。このライフデザインを生かして、それを反映させて、
自分の生涯にわたってきちんと計画を立てていく、その生涯生活設計の中で経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP という仕事なんです。で、顧客に対して経済的にアドバイスをしていくということになりますけれども、それぞれの方が、まあ将来起こりうるべき出来事、つまりライフイベント、があります。まあ人は誰でも誕生から成長して自立をして、そして、まあ成熟をしていく、そして老後を迎えて相続、このような人生があるわけですね。その中で、まあ成長、学校に行く、そして自立をして仕事をする、そして、まあ結婚をしたり、子供ができたり、子供ができたら子供の教育費はどうしようですとか、またはマイホームを購入したい、その資金設計はどうしようと、節目で大きなお金がかかる、また自分の夢を実現するために、やはり、まあお金についてもきちんと考えなくてはいけない。その節目でどのような、お金がどのくらいかかるか、それを踏まえて、そして、それぞれの価値観、ライフデザインを生かして、ライフプランを作り上げていく、そのアドバイスをしていく、これが FP の仕事なんです。ですから、まあ、FP というのは、お金に関するさまざまなアドバイスをするということなんですけれども、まあ、FP の仕事をしておりますと、その方に感謝されることが多い。アドバイスのおかげで自分経済的にやっと安心できましたですとか、自分の夢を実現することができました、そのように言っていただくことが多い。ですから FP というのは非常にやりがいがある仕事でもあるんです。この FP が注目されているということですけれども、はい、レジュメの、上の方2ページですね、ご覧ください。まあ、FP が、こうとても、資格としても注目されている、FP、という仕事がある、または資格があるということを、たくさんの方が、もう知っているということなんですね。で、生活者の方が、FP に相談に行こうという方も非常に多くなっております。まあ、自分で自分のお金のことを考える、それだけではなく FP に相談に行く、ですからそれが、ビジネスチャンスとなっている。 FP の資格を取って、そしてさまざまな顧客に対してアドバイスをしていく、独立をしてアドバイスをする FP 業務を行うという方も多いですし、または、金融機関ですとかね、保険会社ですとか、そういった企業の中で FP 資格を、どんどん生かしているという方も、非常にたくさんおります。このように、まあ、生活者のニーズの高まりが、ビジネスチャンスとしてのニーズということにもなり、そして FP の資格が、非常に注目されて、FP を取得するという方も、どんどん増えているということなんです。で、ご自分で FP の勉強することによって、自分のライフプランをきちんと考えることができる、このような効果もあります。また企業系 FP ということでは、今は金融機関、銀行ですとか信託銀行ですとか、それから証券会社、それから保険会社、生命保険会社、損害保険会社、あとは不動産関係のお仕事でも、FP 資格は必須です。ですからこのような関連のある、まあ、業界企業に就職をしたいという方、あらかじめ FP 資格を取得するという方が多いですし、このような、会社に転職をする、その際に FP 資格を取得して、そのような転職活動、そして就職活動、それを有利に進めていく、そして、まあ、企業の中で FP 資格を生かしていく、このように、FP 資格というのは、まあ、仕事でも使う、または、まあ、自分のライフプランをきちんと考える上でも非常に役立つ、資格になっております。
それでは、レジュメの3ページをご覧ください。FP の資格制度を見ていきましょう。で、FP の資格は、現在、民間の FP 資格、そして国家資格、としての FP 技能士資格、この2本立てになっているというのが特徴なんです。はい、レジュメの3ページの、一番上ですね、表がありますけれども、これが、FP の資格の種類です。一番上の段、CFP、AFP、 この2つが、民間資格としての FP 資格です。NPO 法人日本 FP 協会が実施しております。で、右側の、1級 FP 技能士、そして2級3級 FP 技能士、こちらが国家資格としての、FP 技能士という資格です。この民間資格、そして国家資格、この2本立てになっております。で、民間資格の方ですけれども、まず AFP という資格、これが、民間資格の、普通、資格ですね。で、この AFP を取得する、認定研修の修了が必要であると。これは、レックの、講座などですけれども、日本 FP 協会が、指定する認定研修の修了が必要である。これはぜひ覚えておいてください。で、CFP が、民間資格の、上級資格、もう最高峰の資格ですね。で、まず AFP を取得して、そして、AFP の認定を受けた AFP 認定者が、CFP の試験を受験することができるということになります。そして国家資格の方ですけれども、1級、2級、3級 FP 技能士とありますけれども、まず3級 FP 技能士、これが FP の、初級資格です。そして2級 FP 技能士、これが、国家資格の、FP の普通資格ですね。そして1級 FP 技能士が、国家資格の最上級、上級資格ということになります。で、この FP 技能士は、厚生労働省管轄の、資格なんですけれども、国家資格ですね、名称独占資格です。で、試験は、日本 FP 協会と、もう一つ、金融財政事情研究会、この2つの団体が実施しております。ですから日本 FP 協会は、この民間資格も、実施しておりますし、それから国家資格の FP 技能士も実施しているということになるんです。で、初級の3級 FP 技能士ですけれども、これは初級ですから、特に受験要件はありません。FP になりたいと思う方、誰でも受験をすることができます。そして、2級 FP 技能士ですね、受験資格として実務経験等とありますが、2級 FP 技能士の試験、2級 FP 技能検定は、受験要件は3つあります。まず、3級を合格していること、それから日本 FP 協会の認定研修を修了していること、そして FP に関する2年以上の実務経験があること、この3つのうちどれかを満たせば2級 FP 技能検定を受験することができる。そして1級 FP 技能士は、これは2級合格ですとか、あとは実務経験が必要で1級 FP 技能検定を受験するということになります。で、このような民間資格、そして国家資格があるわけですけれども、じゃあ民間資格と国家資格の関係はと言いますと、民間資格ではこの AFP 資格が普通資格ですね。そして国家資格では2級 FP 技能士、これが普通資格なんです。ですからこの2つが同じレベルと言いますか、実は
AFP の試験というのはないんですね。ですから、まあ、2級 FP 技能検定を受験して合格をしますと2級 FP 技能士ということになります。で、2級に合格してそれと認定研修を修了している、この2つの要件を満たすことで、AFP に、まあ、登録をする、日本 FP 協会に入会をするという形になりますけれども、AFP の資格を取得することができます。ですから、まあ、2級合格と、それから AFP、国家資格と民間資格の、まあ、いわばダブルライセンスということにもなるわけです。で、あと民間資格と国家資格の違いといいますと、民間資格の方は2年ごとの更新制になっています。2年間で AFP ですと15単位、CFP ですと30単位取得することによって資格を更新することができる。この単位というのは、FP に関する何らかの、まあ、勉強するですとか活動をするですとか、まあ、だいたい1時間で1単位の目安です。ですから AFP ですと2年間で15時間程度FP に関する勉強するですとか活動をする、それによって資格を更新することができるということになります。で、この更新というのは、まあ、一見、ちょっと面倒だなと感じられる方が多いかもしれません。ただ FP というのは、例えば、まあ、新しい金融商品が出たですとか、新しい保険証券が発売されている、あとは税制改正もどんどん変わっていきます。そういう新しい情報を追い求めていく資格ですので、2年ごとの更新をすることによって、きちんとブラッシュアップしている知識 FP だということで、顧客に対する信頼感を増すことができる、このような更新制度になっています。で、一方国家資格の方は、更新は不要ですので、3級2級1級 FP 技能士いずれも試験を合格すればもう一生ものの資格であるということが言えます。で、次に FP 取得の流れですけれども、2級 FP 技能検定の受験要件、まあ、3つありました。まず3級 FP に合格していること、それから日本 FP 協会が認定する AFP 認定研修を修了すること、それから FP に関する2年以上の実務経験ですね、このいずれかを満たすことによって2級 FP 技能検定を受験することができます。ですから、まあ、もうすでに関連する業界でお仕事をしているという方、実務経験を満たせば3級を受験しなくても2級 FP 技能検定を受験することができます。または3級からステップアップして2級を受験するということでも大丈夫ですし、それからレックの講座ですね、 AFP 認定研修を修了して2級 FP 技能検定を受験するということができます。で、AFP に登録をするためには2級合格と認定研修、この2つが必要です。ですから認定研修を受講しないで、2級に合格したという方は2級合格後、まあ、認定研修を修了することによって AFP に登録をすることができるということもできます。で、まあ、AFP になりますと CFP 受験することができますね。で、まあ、2級合格して1級に進むという方もいらっしゃると思います。 CFP の、まあ、試験に合格をしますと1級 FP 技能検定の、学科試験が免除になります。そして1級の実技試験だけ、受験して合格をすれば1級 FP 技能士を取得することができる。ここで、民間と国家資格の、まあ、FP の最高峰の資格、CFP と1級、まあ、ダブルライセンスで、保有することができるわけですね。はい。で、次に、まあ、FP 資格の取得のモデルケースということで、
3級2級、それから CFP1 級、それぞれどのくらいの、水準レベルなのかということですけれども、3級は、これは、一番初級の資格ですので、初級レベルの資格ということで、3級ですと、自分の身の回りのお金回りのこと、日常生活で役立つお金の知識が、身につく、そのような水準です。そして、2級 FP、そして AFP ですと、FP に関する体系的な知識が身について、企業内 FP として資格を活用することができる、または、親しい人などにアドバイスをすることができる、仕事で FP 資格を使う、または就職転職に FP 資格が必要であるという方は、少なくとも、2級 FP 技能士または AFP を目指していただければと思います。そして、CFP、QFP 技能士、こちらはもう最高峰の FP ですので、もう真にプロとしての FP、ですからもう仕事でバリバリ FP 資格を使うという方は、CFP、QFP 技能士までぜひ目指してください。はい、FP はこのような資格制度になっています。それではレジュメの4ページをご覧ください。次に FP でどういったことを勉強していくのかということを、見ていきましょう。簡単に言いますと、 FP で勉強する内容は、お金に関するすべてと言っていいほど、幅広くお金に関して勉強していきます。非常に幅が広いですので、学習する内容を6科目に分けて学習を進めていきます。金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、そしてリスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この6科目です。で、それぞれの科目でどういったことを勉強するのかということですけれども、まず右上のライフプランニングと資金計画、この科目ではファイナンシャルプランニングの手法についてまず学習をします。例えばその方が、マイホームを購入したいというご希望があったとして、一般的には住宅ローンを組んでマイホームを購入するということになると思います。で、やはり、大抵の方が生涯に一度の大きな買い物ですので、住宅ローンを組むわけですから、その時マイホームが購入できたとしても、その後ずっと住宅ローンを、返済していく、そして、子どもがいれば子どもの教育費ですとか、資金が必要になってくるわけですね。で、この、ライフプランニングと資金計画では、その家計のお金の流れ、これをキャッシュフロー表、お金の流れですので、キャッシュフロー表を作成することによって、20年後30年後その、家計がどのようになっているのか、ということを、予測も含めて計算をして分析をしていくわけです。そのようなファイナンシャルプランニングの手法について学習をしていきます。で、プランニングを行う際に、必須である教育資金ですとか住宅取得資金、それから老後の生活資金ですね、こういった資金計画についても学習をしていきます。そしてこのライフの科目では、社会保険制度についても、学習をします。社会保険制度は、例えば健康保険ですとか雇用保険、労災保険、あとは公的年金制度、こういった、国が行っている社会保険制度ですね。健康保険ですとか、公的年金制度ですとか、これは国が困った状況にある、それを助けてくれる、さまざまな給付があって、すごく、いい制度なんですね。ただどういう仕組みなのかということを知らない方が多い。で、往々にして自分から申請をしないと給付が受けられない、ということが多いです。そのような社会保険制度について幅広い知識を持っておけば、いざという時に、自分の身を守ることができる。これがライフプランニングと資金計画です。
で次に、左下のリスク管理ですけれども、リスク管理では、まあ、リスクに対して対処をしていく、つまり、ライフプランニングと資金計画で、自分の生涯生活設計ライフプランを立てたという時でも、それが、計画通り進むとは限らないです。やはり万が一ということが起きてくる。その万が一にあらかじめ備えておく、それが生命保険であり、医療保険ですとか損害保険、こういった保険なんですね。ですからリスク管理では、保険商品について学習をしていきます。産休では、まあ、保険の種類について、こういう仕組みなんだな、または、ご自分がどういう時に、給付を受けることができる、それはこのような保険なんだということがわかる。2級まで学習をしていただくと、本当にもう自分に必要な保険は何なんだろうか、自分にぴったりな保険を選択することができる、ということになります。そして、金融資産運用ですけれども、これはまさに金融に関する内容です。さまざまな金融商品、預貯金だけではなく、今は、貯蓄から投資へと言われている。例えばイデコですとかニーサですとか、個人の方が投資をするという機会は、とても増えておりますし、投資をすることによって、まあ、老後の生活資金、自分の、そういう資産を形成していくことができるということも言えると思います。ですから株式ですとか債券ですとか、投資信託ですとか、こういうさまざまな金融商品について勉強すると同時に、それぞれの金融商品の、仕組みだけではなく、どのようなリスクがあるか、ということも学習していきます。金融商品を選択するときは、自分のライフプランにぴったり合った金融商品を選択する。それには、金融商品ごとの特徴を知るということが必要です。そして金融商品を選択するときは、その時の景気がどうなっているかというのも、重要な要素なんですね。ですから、この金融資産運用では、景気や物価を見ていくさまざまな指標なども学習をしていきます。そして、タックスプランニングですけれども、これは税金の知識です。税金にはさまざまな種類がありますけれども、産休では、所得税、住民税、まあ、個人が支払う納税義務がある、主に所得税について学習をしていきます。そして2級では、所得税、住民税などに加えて、法人税、それから消費税なども学習をしていきます。で、所得税というのは、まあ、収入があれば個人が納税義務があるということなんですけれども、会社にお勤めの方というのは、所得税それから住民税もですけれども、会社の方で税額を計算してくれるんですね。まあ、年末調整と言いますけれども、1年分計算して、その結果を源泉徴収票という形で受け取るわけです。ですから、所得税はどうやって計算をするんだろうと、それを知らないという方も多いんです。ただ、所得税などの計算手順をきちんと知っていれば、会社の年末調整で終了しても、後から自分で確定申告をして、納めすぎた税金の還付を受けることができる、このような知識を学習するわけです。また今、とても話題になっているふるさと納税、これも所得税の知識があれば、そして住民税に関しても知識があれば、より、有利な形でふるさと納税を利用することができる、こういう生活に密着した税金の知識などについても学習をしていきます。そして不動産ですけれども、これは、まあ、不動産に関する、さまざまな、権利ですとか価格、不動産登記に関する内容ですとか、それから、まあ、不動産を貸す借りる、その時の法律はどうなっているのか、法律では、例えばマイホームを建てるという時でも、
都市計画法ですとか建築基準法ですとか、こういう法律の規制を受けるわけですね。そういった知識、それから、不動産に関する税金についても学習をしていきます。不動産は非常に、大きい、金額の買い物です。マイホームを購入したという時でも、購入した時、それから保有している期間ずっと、または売却した時、それぞれに税金がかかってきます。税額も大きくなることが多いですので、やはり、マイホームの資金計画を立てる時などは、税金についても知っておく必要がある。そして、右下の相続事業承継ですけれども、これは、相続に関する、相続というのは人が亡くなる、そしてその財産を、引き継いでいくということですけれども、相続に関する、相続人ですとか、それから相続税について学習をしていきます。で、相続は、少なくとも生涯に2回遭遇すると言われておりますけれども、その時に一定以上の資産があれば相続税を支払う必要がある。で、まずそもそも相続人になれるのかなれないのか、これは民法の相続の考え方ですね。また、非相続人、亡くなった方の、財産をどのような割合で分けていくのか、これも民法の法定相続分という考え方です。で、相続税はかかるのかかからないのか、相続税がかかるときはどうやって計算をしていくのか、これは相続税に関する内容で、相続税を払うというのは、そんなに亡くなった方全員が払うというわけではないんです。ただ、相続税を支払うときに相続税対策節税をしたい、これは、その方が亡くなってからというのはできることはもうほとんどないです。きちんと、生前から自分の財産をしっかり整理をして相続税対策をしていく、それには、相続税に関する知識を、持っているということが必要になっていきます。または、相続の時に、相続人同士で争いを起こさないためにどのようにしたらいいのか、そういうことも、合わせて見ていきます。このような、6科目について学習をしていくわけですけれども、FP 資格が他の資格と違うというのは、勉強したことがもうすぐに自分の日常生活で生かすことができる、使える知識を勉強する、これが FP 資格の非常に大きな特徴なんです。ですから、皆さんも FP の勉強を、する、講義を受講するたびに、そこで勉強した内容をどんどん日常生活で使っていただければと思います。そうやって、生活上でも使っていくことによって、それがより、強固な知識になって試験対策にもなっていくということなんですね。はい、それではレジュメの5ページを開いてください。FP の試験傾向と対策について見ていきましょう。はい、ここで、2級 FP 試験とありますけれども、2級 FP もそれから3級 FP についても、学科試験と実技試験に分かれています。で、学科試験と実技試験は、これ同じ日に実施しますけれども、合否は別々に判定します。そして学科と実技両方合格して初めて2級 FP 技能士なり3級 FP 技能士ということになります。で、2級試験で言いますと、学科試験は、時間は120分ですね。60問出題されます。で、科目は6科目ありますので、均等に各科目10問ずつ出題になります。で、2級ですと学科試験、4種択一のマークシートの試験です。で、実技試験については、90分ですけれども、日本 FP 協会の実技試験ですと40問出題されます。で、実技ですので、学科試験よりも、実務的な問題が出題されます。
で、出題の形式としては四詩択一ですとか、まあ記述式ですとかね、記述式というのは、論述ではないです。例えば計算をしてその答えを書くですとか、空欄でその穴埋めする、単語を書くですとか、このような記述式、さまざまな形式で出題されます。で、まあ、2級 FP 技能検定、それから3級も同じですけれども、年3回ですね、1月、5月、9月、この3回実施されます。で、まあ、FP 試験年3回実施されますので、非常にチャンスが多い試験ということもできます。で、学科試験と実技試験を受験して、まあ、例えば学科だけ合格したという時ですね、まあ、一部合格として、その学科を合格したという権利は翌々年度末まで有効ですので、次の試験で実技試験を受験して合格すれば、それで学科と実技が両方揃って、2級 FP 技能士なり3級 FP 技能士となることができます。そして、学科試験も実技試験も、6割の正解で合格、ということになります。で、まあ、6割の正解で合格ということですので、ここに、まあ、2級 FP の合格率の推移が、グラフになっておりますけれども、その時の、まあ、出題される問題によって、合格率はばらつきがあります。で、学科試験ですと、まあ、40% ですとかね、実技試験ですと 50% 台とか、ですから学科試験と実技試験、両方受験して両方合格する方、まあ、40% 前後の合格率となっております。3級ですと、まあ、大体 80% 前後の合格率になります。で、まあ、FP の試験は、落とす試験ではなく、受かる試験なんですね。ですから、まあ、個人が日常生活で遭遇するお金に関する内容が出題されます。で、FP の試験は、すごく難解な問題、難問奇問の類ですとかね、あとは重箱の隅をつくような問題、このような問題は出題されないです。ですから、きちんと、時間をとってきちんと学習をした方が合格をすることができる、このような試験になっています。ただ、実技試験、ですね、実技試験の方が不安という方もいらっしゃると思うんですね。ただ合格率を見ますと、この丸の学科試験よりも実技試験の方が合格率は高くなっています。で、実技ですので、まあ、ペーパーのテストですけれども、例えば保険証券の読み取りですとか、それから日経新聞の読み取りですとか、あとは源泉徴収票の読み取りですとか、こういう実務に即した問題が出題されるという傾向があります。はい、それでは、次に AFP 認定研修について見ていきましょう。5ページの真ん中辺、 AFP 認定研修とはとありますけれども、この認定研修というのは、皆さんがこれから受講される、REC の、まあ、2級の対策講座ですね。これが、日本 AFP 協会の AFP 認定研修に、まあ、指定、されております。で、認定研修を修了することによって2級 FP 技能検定の、受験要件の一つになる。それから2級合格後、認定研修の終了という2つの要件を満たすことによって AFP に登録をすることができる、これが認定研修なんです。で、認定研修を終了するということは、これは、まあ、提案書を作成して、それを提出をして合格をする、それで認定研修が終了になります。で、この提案書って何かと言いますと、これは、FP が、
顧客に対してアドバイスをしていく、そのような仕事ですよね。その時に、口頭でアドバイスをするだけではなくって、提案書という形にある、まあ、レポートのようなものを作成をしてお渡しをするということが多いんですね。その提案書を、皆さんが認定研修の修了要件として作成をするということになります。で、課題としての提案書ですので、例えば、まあ、40歳ぐらいのご夫婦がこれからマイホームを購入したいと言っているですとか、会社の定年を控えた年配のご夫婦がセカンドライフについてアドバイスが欲しいと言っているですとか、こういう設定がありまして、その設定のご家族に対して、さまざまなご提案を考えてアドバイスをする、それをレポートのような形で作成をしていただくことになります。提案書の作成は、決して簡単ではありません。ただ、レックの、まあ、認定研修の講座、では講座の中で、提案書の作成講義があります。そして、詳細なテキストを、ご覧になって作っていただければ、初めての方でも、十分に合格できる提案書を作成することができます。万が一提案書を提出して不合格になったという場合でも、この部分が、ということで、改善点のアドバイスというのがあります。ですから、まあ、レックの認定研修で提案書を提出して、そして、まあ、AFP を目指す方、これは必須になっておりますので、提案書の作成というものがあります。はい、それではレジュメの6ページを、開いてください。FP のこれからということで、FP 資格を取得している方というのは、もう何十万人といるわけです。で、特に、保険会社ですとか金融機関、で、仕事をしていらっしゃる方、もう FP 資格は必須になっています。一般の会社でも、例えば、経理ですとか財務ですとか総務ですとか、こういった部署ですと、十分に FP 資格を生かしていくことができます。で、FP 資格を保有している方ですね、独立系 FP と言っておりますけれども、独立して FP の業務をしている方という方がいらっしゃいます。これは、まあ、例えば独立系 FP の会社に、で勤務するですとかね、または自分で独立をして、独立系 FP として活動するということですけれども、で、企業内 FP、これは、まあ、企業の中で FP 資格を生かして活躍をするということですね。で、まあ、本業プラス FP とありますけれども、例えば、まあ、独立系 FP であっても FP の資格だけではなく、例えば、税理士資格を、保有していれば、まあ、税金に強い FP として活躍をしたり、社会保険労務士の資格を保有していれば年金に強いという FP として活躍をしたり、さまざまな資格を、まあ、重ねて、いろいろ持つことによってより仕事の幅を広げることができる、また、税理士、社労士などの、資格を持っているという方も、さらに FP の資格を取ることによってより幅広いお金の、関する、まあ、顧客に対してですね、アドバイスをすることができる、このように複数の資格を生かして、さまざまな仕事をしているという方も多いです。また、必ずしも FP 資格を仕事で使わないという方でも FP の勉強をすることによって、自分の生活に役立つことができる、まあ、いわば自分のための FP ですね、このような方も、今どんどん増えている、わけです。はい、それではレジュメの7ページを開いてください。時代が FP を求めているなんて書いてありますけれども、今経済状況が非常に不安定である、将来どうなるのかもう予想ができないという時に、やはりしっかりとしたお金の知識を、持つということは非常に重要です。
ですから、皆様も今 FP 資格について興味を持たれた、ぜひすぐにでも、FP の学習を始めて、FP3 級そして FP2 級、これらの FP 資格を取得していきましょう。そして、さらにですね、高みを目指す、CFP 資格それから1級 FP 技能士、このような FP の最高峰の資格までぜひ目指していただければと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、ぜひ一緒に、FP の勉強をしていきましょう。はい、それでは、今日はこれで終わりになります。長い時間どうもお疲れ様でした。